ポリニーは、フランス、ブルゴーニフランシュコンテ地域圏、ジュラ圏のコミューン。ポリニーは、ロンイコールルイコールソ高原の麓にある、小さな町である。また、町は、レキュレド・ポリニーの入り口に位置している。レキュレド・ポリニーは、一方では、リオン・ストラスブール間の主要道路の一部をなし、他方では、パリ・ジュネーブ間の主要道路の一部となっている。言い伝えによれば、ナポレオンは、 イタリア遠征からの帰還途上、ポリニーを通過したといい、ナポレオンの椅子という名の岩がある。また、ポリニーは、ジュラ山脈の地理的な中心地である。ポリニーでは、質の良いワイン用ブドウ畑があるが、西油所とアメリカ合衆国へ輸出され、賞賛を与えられている、地元のコンテチーズが作られている。1862年、ポリニーで、フランス国内初のプラテオサウルスの化石が、 発見されている。足の一本がロンイコール類ルコールその博物館に展示されている。その学名はポリニーの恐竜を意味するディモダソリスパリグニンシスである。1837年にドイツで発見されたプラテオサウルスと同じ種類である。プラテオサウルスはフランス最古の恐竜である。ポリニーの歴史はローマ時代に遡る。ローマ征服前は ガリア系のセカネス族が暮らしていた。ポリニーは843年にロタリンギアの一部となっており、870年にはピレメニアクハムと呼ばれていた。この名称はメルセン条約後のロタリンギアで初めて現れた。ポリニーはブルゴーニ公国ハプスブルク家の支配を受けた後、内名編の和訳でフランス王国に併合された。参照もと、 1962年まで、イヘス、1968年以降 INSEE。ありがとうございます。